皆さんにとっての身近な贅沢って何ですか牛丼の大盛りに生卵トッピングでサラダ味噌汁セットを頼むことですかね大好きなラーメン屋さんでチャーシュー増量トッピングもいいですねシャウエッセン一袋独り占めこれもまたいいですよということで今回は一番美味しいシャウエッセンの食べ方で優勝していくことにするわね 卵三つに対して、塩ひとつまみ、砂糖小さじ一杯、だしや醤油なんて余計なものは入れないわ。<laughs> 今回の主役はシャウエッセンだからね。引き立て役の卵焼きが必要でしょう。<laughs> ねえ、さりとり先生、ティクトクで混ぜてロムライス屋さんに行きたいの。アホだね、卵で変なこと思い出してんじゃねえよ。 チーズを大量にぶっかけるのが美味しそうなんだよな馬鹿野郎そもそもそんなに先生チーズ好きじゃないでしょお店も綺麗だし若くて可愛い女の子がチーズぶっかけてくれるのが楽しみなんだよな新しくできたお店はどこも綺麗に決まってるじゃない動画で接客してくれてる若くて魅力的な人は大体先生が行く頃にはやる気のないアルバイトに変わってるんだからえ 舌が子供に戻れる人と子供のまま変われない人の差はこれねシャオメッセンは何度も茹で焼きにしなさいと言ってるわソーセージが半分浸かるくらいの水をフライパンに入れたら火をつけて沸騰させなさい茹でてる間に電子レンジで残り物の,のご飯を二つチンチンチンね <laughs> フライパンの中の水分がなくなったら茹でから焼きの工程へと変わるわ皮が破ける直前まで焼きを入れたらあっという間にシャウエッセンの茹で焼きの完成ね中まで火の通ったジューシーなシャウエッセンが表面はこんがりカリッとあらやだおいしそうやだ これが一番おいしい食べ方だって何度も言ってるのに焼肉やバーベキューで皮が破けるまでソーセージを焼くやつが何で5万といるのかしら<何>食べられる袋の中にうまみがパンパンに詰まっているはずなのにわざわざそれを破くなんて出来上がったハンバーグに穴を開けて肉汁を絞り出すようなものよ人の注文や食べ方に文句言うなですって 無責任に多様性に対して寛容な態度を取り続けることで世界がどう変わるか見ものじゃないバカなのかなかなお互いに寛容な態度を取り続ければお互いに尊重し合う素晴らしい嘘だあかゆいかゆいかゆいこのかゆさもシャウエッセンを食べれば収まりということであっという間に完食<ー>はいえ戸てん